はい、どうも、ゆいです。ということでね、昨日は5イニング連続パーフェクト食らって、まあ、負けてしまって、で、今日4カード連続勝ち越しがかかった大事な試合だったんですが、結果は7対0、完封リレー。いやー、おとといと同じようにね、もう完璧な試合でしたね。今日のホークスの先発が、まあ、前回登板は、まあ、ちょっと失点加算でしまった大山選手ということで、ちょっとね、若干不安ではあったんですけど、途中ね、ランナー出しながらも、最後のヒット1本は許さないピッチング続けて、で、4回裏はね、ツーアウトランナー満塁のピンチを作ってしまったんですが、このタイミングで出てきた澤柳君がもう無駄玉遊び玉一切なしの完璧な投球でね、最後スプリットフォーク落として、小深田選手を三振しとって無失点と、結果ね、今日の大山選手は3回と3分の2を投げて無失点ということになりました。よかったよかった、前回のリベンジ果たしてね。でも今日打線すごかったですね。2回に達郎の先制タイムリースリーベース、3回には栗原くんのタイムリーツーベース、4回には甲斐キャノンのタイムリーツーベースとマッキーのタイムリーで、6回には再び甲斐キャノンが、逆方向へのスリーランホームランぶち込んで、完全に試合の流れを決定づけましたよと。なんやこのバケモンキャッチャーは。絶対流出しちゃうか。甲斐キャノン今年 FA 年でね、単年契約なんで、まあ、年俸釣り上げるための単年契約だと思いたいんですけど、もう絶対にこのキャッチャー逃したが、もう1年 3.5 億、いやもう1年4億でもいいから、もう複数年契約でね、まとめてなんとかね、甲斐キャノン引き止めないといけないですね。やっぱ今年海野くんと併用してるからなんですかね。まあよく打ちますよね。宝石のような、いや、城島のような、開拓や。もうどこにも行くな。で、6回からホークスの中杉が、津森、杉山、又吉、で、最後尾形くんっていうリレーだったんですけど、この中杉4人衆も圧巻でしたね。もう誰一人一人ともランナー許しませんでした。つまり6回から楽天打線を4イニングパーフェクトに封じ込めて、昨日のお返しと言わんばかりのね、見事すぎるリレーでしたね。これで7対0ホークス勝利、勝敗数60勝30敗とね、非常にキリのいい美しい数字になりました。まあ、ホークスは良かった、もうホークスはお見事でした。なんですが、セブさんまたロッテに負けちゃいました。なんてこった。ドイツカード14連敗はついに日本新記録だそうです。まあ、セブさんにはね、ホークスもね、いっぱい勝たしてもらってるんで、まあ、文句言えない部分あるかもしれないんですけど、にしてもよ、14連敗って。いやー、日ハムもね、劇的な逆転勝ちしてましたし、なかなか日ハムとロッテとのゲーム差広げられずにいるんで、明日からね、ホークスは日ハムとですし、で、ロッテはオリックスということで、宮城くんが出てくるらしいんでね、なんとか、俺のエース、宮城くんが、ちょっとロッテの勢いを止めてくれることを願いましょう。まあ、ホークス自体はね、4カード連続勝ち越しで非常に調子いいんで、まあ、とりあえずホークスさえ勝っていれば問題ないということでね、明日スチュアート、また高騰してくれることを願って、応援頑張っていきましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。おつ。